クラシックカーパレードスタートです。今年からは、欧米車日本車分けずにですね、時代順にスタートしていただくと、いわば皆さんが、いながらにして、時代の、変化をですね次々見ていただけるような、形になるのではないかというふうに思っております。